こう挑戦できる環境があるっていうところが強いのかなと思ってます。社長との関わりが密接というか、なんか選んだ道をこう自分で正解にしていく。あ、後悔はないですけどね。はい、というわけで今回はですね、以前内定者の方々にこのチャンネルでなんでレバレジーズに来たのみたいな質問をさせていただいてたんですけれども、今回はそれの社員バージョンということで、おい、トップバッターに綱島さんに、はい、お越しいただきました。よろしくお願いいたします。綱島さんは僕と同期ですので。同期です。はい、ちょっといろいろとね、まだまだ素性知れない部分もありますので。もう知ってるやん。いろいろと聞いていきたいなと思います。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ、視聴者の皆様にですね、簡単にあの自己紹介をまずお願いしてもよろしいでしょうか。レバレジーズ2019年新卒入社マーケティング部の綱島明人です。趣味はバスケットボールです。ありがとうございます。早速本題感はあるんですけど、はい、最終的に商社とレバレジーズで悩んだというお話だけ聞いてるんですけれども、まあなんか商社とレバというか、商社とベンチャーとかで迷って、ベンチャーの中でレバと、まあ、他のベンチャーとかとも迷ったって感じですかね。なるほど、ありがとうございます。じゃあまあ商社とうちで悩んでる方とか、ベンチャーの中でも挑戦環境とか、まあいろいろとあの見てる時間あると思うんですけれども、まあ、そこで悩んでる学生さんにとってですね、参考になる動画になったらいいんじゃないかなと思いますということで、はい、早速いろいろ聞いていきたいと思います。どうぞ。ぶっちゃけなんですけど、綱島さんなんでレバレジーズに入社したんですか？そうっす、なんか大きく3つあって、人と環境と代表っていう3つがあって、人がまずなんか面接官で出てきた方で、佐田さんって方がいらっしゃって、その方が普通にめちゃくちゃ優秀だなと思って、この人3年目だったんで、その当時この人みたいになりたいなって思ったのもきっかけですし、社員面談とかで出てきてくださった社員さんの方々がそれぞれやってることがみんな若かったのに結構すごいことやってたし、事業務中心になってるメンバーが多かったんで、そこはすごく惹かれたし、そういう環境が整ってるんだろうなと思ってたっていうのがまず人。環境で言うと、僕多分入った当時のレバって500から800人にこう伸びてる途中みたいなところと、売上も結構伸びてたってところで、まあ、売上が伸びててかつ人をめっちゃ採用してる会社さんってどういう会社かって思った時に、まあ、単純に人が足りてないから上のポジション空いてるだろうなって思ったのと、プラスアルファで売上結構立ってたんで、新規とか事業にどんどん投資してくれるだろうなって思ってたっていうのが大きいです。で、3つ目の代表に関しては、まあ、内定そもそも承諾する前にベンチャーイコール社長っていうのが大きいって聞いてたんで、社長に会いたいなと思っていろんな社長さんに会った中で、まあ、うちの代表の岩月社長は話してる次元はすごく高くて分かんなかったんですけど、目線合わせてくれたりとか、そもそも上場してなくて 100% 資本だから、なんかいろんな新規とか持ってやっていきたいんだよねみたいな話をされてて、なんか僕にもチャンスありますかねとか、こういうビジネスとかやりたくないですかみたいな話をした時に、結構それ真面目にこう回答してくださったりとか、まあ、そこに惹かれて決めたっていうのが最終意思決定ですね。なるほど。今も結構固く関わってますよね、業務で。そうですね、なんか習字で定例したりとかよくしてもらってますね。他の会社さんの話とか結構僕聞くんですけど、うち多分その規模感にしては社長との関わりが密接というか、あの代表も代表でなんか社員と交流したがる傾向にあるんで、新卒とか捕まえてワンオンワンしたりとか、結構そういう時間取ってくれるんで距離は近いと思いますけど。なるほど、ありがとうございます。就活始めた当初からですね、レバレジーズってそもそも第一志望だったんですか？いや、それで言うとレバレジーズっていう名前すら知らなかったんで。最初ってどこ見てたんですか？みんななんかなんだかんだコンサル受けつつ商社志望とか多かったんで、僕も商社志望って言いつつコンサル外資受けてましたね。軸はもう一切なくて、ワンキャリっていうサービスの上から順番に全部エントリーしていくみたいなことやってました。なるほど、なるほど。いつぐらいからレバレジーズって第一志望になったんですか？第一志望になったのは第4の8月お、就活っていつから始めたんでしたっけ？第3の冬。ああ、なるほど。じゃあまあ、半年ぐらいかけてて。そうですね、半年ぐらいかけてそもそも企業とか受けてたっていうのもあって、正直なんか受け切るまで第一志望とかと思いよく見えたんで言えなくて、8月ぐらいまで伸ばしました。なるほど。なんかその中で、まあ、各社いろんな魅力だったり訴求みたいなところあったと思うんですけど、最終的にレバレジーズが第一志望群になったきっかけみたいなのってあったりしますか？いろんな内定もらった後に結局俺何したいんだっけみたいなのが自分の中で決まってないと会社選べないなって思ったんで、いろんな人とこう話したりとか、いろんな社員さんとかも含め自己分析をめっちゃした上で質問したりとかしてった結果、なんかレバーの人と話してる時がなんか一番自分はイメージが湧いたって言い方おかしいですけど、すごくここで働きたいなと思ったっていう
なるほど。なんか元々うち第一志望ではなかったじゃないですか。なんか最初どんなイメージでしたの？なんか就活のグループ説明選考会みたいなところとか行ったら出てくるみたいな会社さんだったんで、なんかまあ勢いあるんだろうなぐらいでしか思ってなかったですし、正直やってる業界とか仕事業務内容とかは何一つ知らなかったんで、そんな感じです。まあ、なんとなくいつも見かけるなあの企業みたいなそうです、そうです。そんな感じで軽く興味持って説明選考会行ったのが初めての接点だったんで、そんな感じです。なるほど。なんか就活始めたのが冬っておっしゃってましたけど、はい、サマーインターンってじゃあ参加してないんですか？参加してないです。僕留学行ってたんで、留学帰ってきた時にはもうサマーインターンのエントリーとかも終わってたですし、その後の秋のインターンとかもちょっとダラダラしてて受けてなかったんで冬からですね。あ、そうなんですね。インターンになるものはもうじゃあほぼ参加してないって感じですかね。長期インターンだけ冬からやりましたけど、それ以外はやってないですね。なるほど、ありがとうございます。ちなみになんか本選考だと、まあ、さっきもちらっと商社みたいな話はしてましたけども、レバレジーズ以外で見ていた企業ってどういったところがありますか？まあ、経営コンサルとか外資日系含め IT の、まあ、でっかいところとか受けて結構幅広く受けてました。なるほど。とにかく上から、そうそうそう、上からとか友達が受けてるって聞いたらもうひたすら申し込むみたいなのをやってましたね。なんかなんかいろいろと企業を見ていく中でレバレジーズが一番これ魅力的だったなみたいなものがあったりしますか？環境じゃないですかね。規模感に比べた環境だと思うんです。正直なんかレバーの意思決定のスピードとか、新規事業に対する貪欲さみたいなところとか、ミドルベンチャーっていう中で言われているような会社でもなおなんかちょっとカオスな環境だったりとか、こう挑戦できる環境があるっていうところが強いのかなと思ってます。なるほど。いわゆる商社とかコンサル企業みたいなところとベンチャーっていう枠組みで見たときに、なんでベンチャーの方を選んだんですか？コンサルとベンチャーに関しては当時から言われてたことだったんですけど、なんかコンサルって割とその実行に携われないよとか、でもなんかそれも違うよみたいな意見とかいろいろ惑わされてはいたんですけど、根本的に何が違うのかって思ったのは、なんか自社でちゃんとサービス作ってるかとか、そういうところかなと思って。コンサルってあくまでこう外の人で、確かに施策の実行とかできても結局そのサービスの根本を作り上げるとか事業創造みたいなところは事業会社がやるっていう感じのイメージです。なんでそこが大きく違うかなと思いました。なるほど。商社行ってないんで分かんないと思いますけど、なんか商社でできなくてうちでできることとか、外コンとかコンサルでできなくてうちでできることって、なんかイメージ湧かない学生も結構多いのかなと思うんですけど、なんとなくこんな感じかなみたいなのがあったりしますか？1年目から責任者とか事業を作っていく側に回る経験できるのは正直うちならではかなと思います。1年目の2月なんでもう本当に終わりの終わりぐらいで、今の海外事業部のマーケット責任者みたいなところに立ったんで、そうですね、実例ですね。同期は本当に01で新規事業立ち上げて、もう普通にマネタイズとかも開始してるみたいなところまであるんで、ならではかなとは思いますけどね。久々に同期とかと喋るとすげえなって普通に思うとかは全然あるんで、まあ、個人的にはいい刺激になってますけど。それは同感ですね。どうやって意思決定したんですか？いやもうとにかく自己分析して、さっき言ったように自己分析して自分の中の軸をまず決めます。その上でその軸に合ってるかどうかをひたすら自分が迷ってる会社さんに聞いていくっていうことです。なるべく自分でコネとか使って現場の社員とか、まあ、実際に中で働いてる人とかに話を聞くようにしました。なるほど、ありがとうございます。現代で、まあ、多くの就活生が、まあ、就活を決定する上で両親との意見のぶつかりみたいなのもあったりするのを聞いていて、妻島さんもなんかどうやらそういう話があるらしいとお伺いしてるんですけれども実際結構反対されました？いや、うちはそうですね、反対どころ かほぼ感動みたいな感じお母さんがなんとか引き止めてくれたっていう感じですか？ちなみになんで反対されたんですか？うちは両親商社出身でして、寿退社してるんですけど、僕が取った商社の内定が、まあ、総合商社さんで結構有名なところだったんで、逆になんかレバレジーズってなんやねんみたいな感じだったんで、親はめっちゃ調べるけどうち上場もしないんでまずデータ出てこないみたいなでそっから2ヶ月ぐらいはもうずっと説得されてましたけどね。なんと言われるともうこっち行くんでもう内定蹴ってきたんだよみたいなこと言って、で親がじゃあお前今から家賃と学費を全部返せってこと言われて、おおってなってバイトを4つぐらい掛け持ちするっていう生活しました。それでもレバレジーズに行くことをぶらさずにいられた理由みたいなのがあったりするんですか？これデマの人に言われたことですけど、なんか自分の人生にじゃあ誰が責任持ってくれんのみたいな質問されて、親とか責任持ってくれんのみたいなこと言われて、
結局自分の人生にこう責任持ってるのは自分だけだし、なんか選んだ道をこう自分で正解にしていくのがキャリア形成みたいなことなのかなってすごい自分で納得して、そこでなんかじゃあそれだったら自分がここだったら勝負したいって思えるところに最終行った方がいいなって思ったのが軸をぶらさなかった理由です。なるほど。ぶっちゃけ入ってみてどうですか？やっぱなんか自分の過去にした選択を後悔することがあったりしますか？あ、後悔はないですけどね。商社に親に説得されていってて、で俺が商社で全然うまくいってなかったら多分僕親のせいにしてると思うんですけど、自分でもう周りの全員の反対を押し切って入っちゃったんで、逆にここで成功する以外に周りを見返す手がないっていう状態だったんで後悔はしてないです。実際にこう入る前にイメージしていたレバレッジズと入ってみてなんか感じたレバレッジズのギャップみたいなって他にもあったらしいですか？なんだろう、やっぱハードワークですし、キラキラしてるけど泥臭いことも多いみたいなイメージです。仕事とかも多分 80% ぐらい辛いことあって 20% の喜びを求めるみたいなイメージですけど、そんな感じの会社だと思います。あ、でもなんか仕事好きな人たちが集まってワイワイしてる感はありますけど。あ、そうですね、仕事も好きですし、なんかお互いお互いのこと好きなのか、それなんか言い方変ですけど仲いいと思います。そもそも選考が終わってなくて悩んでる方がいると思うんですけど、その方々はまず選考を全部終わらせましょう。取り切った後にちゃんと自分を振り返ったりとか自己分析をするっていうのがすごく大事だと思っていて、そこがちゃんとできてるなら多分そんなに幅広く会社さん受けてないと思いますし、逆にもうここまで受け切っちゃった方なら今からでもいいんで自己分析して自分の中の軸を明確にした方がいいと思います。で、やりたいことが何かとかじゃなくて本当に自分がどうなってたりとか、それがお金稼ぎたいとかでも何でもいいと思うんですけど、そういうのをまず決めて、それをもとになんか社員とかとめっちゃ面談していろんな話を質問したりとかすると、おのずと自分が入りたい会社が決まってくると思うんで、そこを重点的にやったらいいと思います。なるほど。まあ実際綱島さんがやったことですよね。そうです。ぜひ就活生の皆さんですね、これ聞いて参考にしてもらえればいいんじゃないかなと思います。改めてありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで以上で本日の動画は終了となります。概要欄に企業ブログや選考会エントリー応募フォームがありますので、もし気になったりした方がいましたらぜひそちらの方をチェックしてみてください。で、それ以外にもですね、この動画を見て他にもこんな社員の方にこんな話聞きたいなみたいなのがあればコメントいただけますと、こちらの方でもしかしたら準備できるかもしれないので、はい、コメントしていただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。